。今回のジャパンパックでは、シダ X 線検査装置のラインナップのうち、ハイエンドモデル IXPD36A2 と、エントリーモデル IXEN4093 にトレンドである AI を搭載し、参考出展いたしました。まずは IXPD に搭載した異物検査用 AI をご紹介いたします。異物検査用 AI では、事前に商品の画像データを収集し、自社の AI 学習システムを用いて商品に最適な AI モデルを構築します。完成した AI モデルのソフトを X 線装置にインストールし、実際の生産ラインで使用していただく運用になります。 AI 技術を搭載することで、 X 線画像には映っているが検出できていない、あるいは検出精度が安定しない異物に対して感度アップが期待できます。商品サンプルのハンバーグを用いて感度性能をご覧いただきます。性能を確認いただくために、低密度のテストピースと骨の2つの異物サンプルを用意しました。まずは低密度テストピースを流します。検出感度の違いをご覧ください。 AI を使用した器物の方が小さいサイズまで検出できています。次に骨の検出感度の違いをご覧ください。 AI を使用していない器物では検出できていませんが、AI を使用した器物では検出できました。このように AI を活用して検査精度の向上を実現します。続いて IXEN に搭載した欠品検査用 AI をご紹介いたします。異物検査用 AI と同様に、事前に商品の画像データを収集し、商品に最適な AI モデルを構築します。完成した AI モデルのソフトを X 線装置にインストールした上で、実際の生産ラインで運用していただくイメージとなっています。画面はお菓子の画像です。商品の割れかけの欠品検査、枚数チェックの欠品検査において、石田では多数の実績があります。しかしながら、商品同士でくっついたり重なりがあったりすると、不良品を自動で判別することが難しくなるケースがありました。また入り数検査についても同様に、商品個々の認識が難しいと正しく判別できないという課題がありました。そのような課題に対して AI を活用して解決いたします。先ほどのお菓子のサンプルを用いた欠品検査精度をご覧ください。事前に学習した AI ソフトにより、割れた商品がくっついたり重なったりしても正しく判別ができており、不良品として認識します。同じく商品の入り数においても、2枚重なっていても商品を認識でき、正確な入り数検査を実現します。以上が AI ソフトを搭載した X 線検査装置のご紹介でした。なお、本製品は参考出展の段階でございますが、お客様の声を聞きながらブラッシュアップしてまいります。